40代が若手っていう、そうなんです、同じ状況です、ね、そうなんですよ。と、はい、予備校の世界どうですか、はい、あ、もうまさに二択みたいな感じ、そう、二択だった、勉強頑張ってよかったなと思いますね。Hello there! 始まりました、もちゃちチャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストですね、あれ、マスクマン。はい。Hello there! ちょめちょめクラブ、大島です。よろしくお願いします。そうです。そうです。お笑い芸人のちょめちょめクラブ、はい、大島さんにお越しいただきました。はい、呼んでいただきました。ありがとうございます。これ、ノリで始めた方がいいですけど、これ意外と苦しいですね。そうなんですよ。意外と苦しい。意外とですね、はい、結構大変。結構大変だ。急になんですけど、はい、ちょめちょめクラブってどうして名前、ね、ですか。あ、やっぱり、はい、読み間違えられますよね、絶対 XX とか、ね、バツバツとか、はい、だからオーディションとかそのライブとかで、はい、なんかテレビ局の中でやるものとかだと、はいはい、スタッフさんが、まあ、上の方の芸人さんの名前はまあ当然知ってますけど、はいはい、若手のは、まあ、名簿みたいな読み上げだから、はい、誰々さん、誰々さん、誰々さんみたいなテンコ取るときあるんですけど、はいはい、僕らの前で絶対止まりますから、ね、なるほど、XX みたいな、もう間髪入れてちょめちょめクラブですって、でも結構早めに並んどくぐらいの感じですけど、まあ、結構由来はもう本当に結構凝り屈こねていろいろありまして、名前つけることにまずこうちょっと恥ずかしさがあり、だからなんかパクった名前が好きなんですよ。だからなんかみんなが知ってるものをちょっといじろうみたいな。じゃあ、あと歌手、そうです、コメコメクラブのまんまなんですけど、であとはこう芸人さんの名前って今カタカナがめちゃくちゃ多いんですよ。あ、はいはいはい。で、まあ漢字の人もちょっといるぐらい、アルファベットの人があんまいないから。なるほど、はい、そうか、そう言われば漢字も増えましたもんね。だっきり千鳥とかも増えましたし、そうなんですよ、そう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 、笑い飯さんとか、なんか西の人は結構漢字多めみたいなのあるんですけど、横文字の人ってなんか実力と関係なく結構目立つ、はいはいはい、なるほど、だからアルファベットにしようというのもまあ決めててみたいな、なんかそういう細かい理由がいわゆるなんかあれじゃないですか、なんか他行を入れるとか、もう入れるとか、ね、ああそうですね結構それも僕らの多分2個上ぐらいの世代でちょっと流行ったかなみたいな、うんを入れるっていうのが ね結構ダウン、トンネルズ、ちゃんちゃんみたいな、そうですね、99とか、でももう僕らの世代では多分もうちょっとそれダサいみたいな、ああそうなんですね、多分結構ね、それも変遷がいろいろあるんですよ。ああそうなんですね。むしろ何でしたっけ、芸人がダサいと思うコンビグランプリみたいなの、あの水曜日のダウンタウンですね。あ、ダサいと思うコンビ名、コンビ名、あ、誰が上位だったバツ、だからそれ見た時にあ似てるんですよ。そうなんです、似てると思って。そうなんですよ。最初につけた時は結構こういう理由があるみたいな感じで、はいはいはい、結構自分の中で強くちょめちょめクラブを持ってたんですけど、最近結構業界の人からストレートに、はい、まあ名前滑ってるけどね、結構言われて、割と心折れかけて、そうなんです。なんかの表紙に改名するかもしれない。あ、なるほど。はい。お笑い芸人になろうと思ったのは何で？家がすごいもうお堅いというか、そうだ、もう漫画とかも読んじゃいけないし、テレビとかも基本見ちゃいけないし、はいはいはい、まあ、お小遣いとかもくれないし、ほうほうほう、みたいな家で、で、まあこっそり深夜ラジオだけ聞いてたんですよ。あ、なるほど。中学時代、はいはいはい、あの英語の、そういうこと、英語の勉強用に、はい、あのなんか学校で NHK ラジオ聞けって言われるじゃないですか。はいはい、はい、言われますね。基礎英語を聞けって言われたんですけど、はい、そのために親がラジカセを買ってくれたんですよ。おお、なるほどなるほど。それは枕元にあって、はいはいはい、で、まあエンタメに触れられない、はいはい、あの日中を過ごし、夜寝るときにちょっと眠れなくてラジオつけてみたら、あの伊集院光さんと爆笑問題さんのラジオを多分最初に聞き始めたんですけど、 TBS、 はい、そうです、ジャンクのね、そういう芸人さんすげーってなって、でたまになんか修学旅行とかでとか友達に家行った時とかにテレビを見れるわけじゃないですか、なんか芸人さんの裏話から聞いてるわけですよ。あ、要はなるほど、確かにラジオからだと裏の方から入ってる、裏から聞いてて表を見てるからなんかより面白い。あー、なるほど、俺の方が爆笑問題のこと知ってっからな、友達に対して思ってるみたいな、なんかそれで芸人さんへのこう愛着みたいなのがすごい強くなっていって、でちょうどあの麒麟の田村さん、それこそ、はい、とか、劇団ひとりさんとか品川庄司の品川さんとか、はい、なんかすごい本書いたり映画監督やったり、ね、っていう時期が、ね、多分僕がね、はい、中3高1ぐらい、はい、その一番多感な時なんですよ、うんうん、だからなんか何でもできる仕事でかっこいいなと思って、はい、でなんか憧れて、でなんかお笑いライブとかもいっぱい見に行くようになったんですけど、もうそこでもう神みたいにバカバカ笑いとってる人たちが売れないでどんどん辞めていくんですよ。あ、なるほど、そうですね。これ俺が芸人になってもしょうがないなと思って、でなんかネタになることしなきゃいけないと思って、あ、でも友
これ入ったらちょっと面白いかなみたいな感じで受験勉強頑張った。すごい理由ですね。そうなんです。すごい理由。だって普通とはちょっと逆なんだったもんね。そうなんですよ。で今芸歴3年目っていう、まあ超若手です。すごいですね。3年目ででもテレビ出れてますから。まあでも勉強頑張ってよかったなと思いますね。本当に全然面白いコメントとかもう一回もしてないですけど。東大なのに使えねえなとか、東大なのに仕事できない。東大生は〇〇だからな。はいはいはい。僕の場合はもうそれを全部フル活用してる。なるほど。よくしか使ってない。ありがたいです、ね。吉本の養成所の時に、はい、面接の時にそうやって言ったんですよ。あのクイズ番組とか出て、はいはい、東大とか入って、はい、このなんかコメントできるそういう芸人になりたいですみたいな。もしかしたらもうバチバチの競合関係になった可能性もありますね。笑いはやっぱり難しいですか。どうですか。やっぱ、うん、本当に、まあ、すっごい笑い好きだったので、お笑いと予備校の世界どっちに、はい、みたいな感じ、はい、あ、まあ、まさに二択みたいな感じ。そうです、もう二択だったんですよ僕も。でまあ、まあやっぱり予備校講師の方がまだ、はいはい、まあやっぱその頃でもまあ結構詰まってたんで、やっぱりお笑いって、はい、なるほど。で上がでもまあでなってみたら同じ状況だったんですけど、はい、やっぱり上が詰まって置かないっていう、はいはい、定年がないんでね、はい、やっぱりどちらも。それはでも本当にそうですよね。たけしさんとか今何歳なんだろうみたいな話ですよね。さんまさんも、ね、そうですよね。だからトップ張ってる人が60代とかがね、半分ぐらいですからね。予備校も60代ですからね、はい、でまあできちゃう仕事ですからね。そうなんですよ、はい、その普通の仕事と違ってこう朝出勤して夜退社する、はいはいはい、その10時間ぐらいの拘束があるとかじゃなくて、まあその1時間授業めっちゃちゃんとしたのできれば持つ、はいはい、そうですね、はいはいはい、その番組収録の3時間立ち回れればあとは休んでて大丈夫なんですよ。だから負の構造になりやすい共通点はちょっとあるような感じしますね。40代が若手っていう、そうなんですよ、同じ状況ですからね。そうなんですよ、全くもって同じ。まさか芸人界と予備校講師界が相似系にあるとは思わなかったですね。めちゃくちゃ似てて、うん、でだからいわゆるその40代の若手の人たちって今いるスターたちに憧れて入ってるじゃないですか、はいはいはい、同じ状況なんですよ。40代のスターたちってそうです。もう20年トップ変わってないので、はい、工業界も、はい、なのでみんなそれ憧れて入ってるけど、はい、自分はずっと若手のままって言って、確かにいますね。若手をだから20年やってるっていう人が、はいはい、いるんですよね。やっぱり苦しいですね。まあなんか普通に目の前の生徒をこうちゃんと伸ばすためにっていう形でモチベーション持ってるなら関係ないかもしれないですけど、ね、スター講師みたいなものに憧れていたんであればちょっと大変、ね、そうですね。だから大手のところにやっぱスター講師に憧れて入った人がそうなんですね、多いんで、はい、芸人と一緒だ、なれないっていう、はい、で昔はそうですね、その奥越えプレイヤーがいっぱいいたので、うん、バブルの、そうですね、はい、バブルの頃は奥越えプレイヤーがたくさんいたので、基準にしちゃうとねっていうのもありますよね。もう全然ですよ、無理に上がれないんですよ、年功序列で全然上がれないんで、やっぱ全部使えない。どんぐらいですか。もうちょっとで終わらせる。取れ高どんぐらいですか。取れ高めっちゃ分かんない、使えるのかな。最初の方は僕結構頑張りましたけど、やっぱ大変なところなんですか。どういうところですか。芸人の部分で大変なことですかね。ああ、そう、僕はもうあの今結構いろんな活動やっちゃってて、はい、芸人としてこう自分が語ることにちょっと後ろめたさもあるんですけど、はい、ライブに、はい、やっぱ客前で続けないといけないっていうのがちょっと辛いかなって、はいはいはい、本がたまたま売れちゃったりした芸人さんとか、うん、はいはい、で別に舞台出なくてもいいんですけど、そうですね、はい、で僕もまあ言ったらちょっとそういう状態なんですけど、はいはいはい、でもそれでも別にテレビで売れてるわけじゃないから、はいはいはい、お笑いライブには出続けないといけないし出ときたいしっていうのもある。ライブ出れないほど忙しいわけじゃない。ああ、なるほどなるほど。でもライブってギャラとかってめちゃくちゃ少ない。ああ、なるほど。ですよ、はいはいはい、だし、ちょっと前に7時から開演で9時終演のライブだったら5時入りで、まあ、帰るの10時とかで5時間ぐらい拘束あるんですけど、はいはい、まあ出る出番って10分とか全部で、はい、なんで結構そこのなんだろうな、時間とお金の感覚っていうのは普通の仕事とかネットでの仕事とかと全然違うんですよ。なるほどなるほど。でもそれは別に問題ではないから、それについてちょっと不満に思ったり言ったりするっていうのもちょっと違うので、なんか普通の感覚を知ってしまっ
うとちょっとそれが辛くなるっていうのはちょっと、なるほど、家庭教師でやってそうなんですよね、うん、のとそれを比べてしまった場合に、うん、時給換算した場合もう10倍以上かかっちゃいますからね余裕で。そうですよね、そうなっちゃいますよね。僕家庭教師結構不定期で入ってるんで、曜日じゃなくてその行った日に次の日の日程を決めるみたいな感じで入ってるんで、それで提示された日にライブが入ってた場合、時給その10倍以上のお金もらえるのに、ね、まあ、当然ライブの方出なきゃいけないし、自分としても出るし、それでなんか金銭感覚とかちょっと分かんなくなってきますね。分かりますわ、それでも常にやりがいというやりがいと将来の自分の投資になることっていうのだけで軸で考えてないといけないんで、ただどんな仕事もそういう側面はあるとは思いますけど、やっぱその開きが大きいなっていう感じはしますね。修行みたいなもんですからね、ライブって、まあ、バカ売れするまでは。なるほど、それが辛い。他には辛いことあんまりないですね、結構好きでやってることではあるんで。どういう路線で行きたいんですか、売れた時に。まあなんかちょっと僭越ですけど、まあなんかそんな若い時にテレビで引っ張りだこになりたいっていうのはちょっと思ってなくて、なんか結構忙しくいろんな予定を詰め込んで、まあ、家庭教師 10何件とか、はいはいはい、10何件は言い過ぎか、10件ぐらい掛け持ちして、はいはい、まあ、大学院にも毎日通って、で、まあ、怪談怖い話の数もあったんで、それは収集作業があって、そのお題、あのネタをくれそうな人のところに行って直接話を聞くのがやっぱ一番いいんですよ、怪談って。ああ、なるほど、はいはいはい、その電話とかで音が残っちゃったりとか文字で残っちゃったりするのを提供するのを嫌う人とかもいるので、なるほど、それで毎日のようにいろんな人のところに行ってみたいな取材なんですけど、はいはい、とかをやってた時期があるんですよ。なんかもっちゃんさんと一緒にいろいろ行ったりしてましたもんね。そうです、そうです。その結果もめちゃくちゃ体壊して、へー、はいはいはい、でもなんか普通の生活できないぐらい、もう入院もなんか10日間ぐらいとかちゃんとして、はいはいはい、でこれで、ね、売れたらでもそういう生活なんだよなと思って。ああ、なるほど、はい、だから普通に今売れてる人の生活って僕多分できないんですよね、体壊しちゃうから。って思った時に目標を、まあ、なんか普通30歳までに売れるとか、40歳までに、まあ、なんかレギュラー番組何本持つとか、そういう目標を立てるんですけど、まあ、なんか僕は自分のメディアを持って、はいはい、なんかちゃんと発信できる人になれれば、別になんかテレビとかあんま関係ないかなってちょっと思ってます。西野さん呼びですか。西野さん、まあ、よく言われるな。西野さんの絶対言われますね、はい、西野さんは言われるの嫌だと思いますけど、でもまさにそういう感じで、まあなんか、うん、伊集院さんとかも、まあ、ラジオっていうのがあるからずっといろんな好きな活動されてるし、ね、はい、とか、まあなんかもっとあれで言うと伊藤聖光さんとか、はいはいはい、そういうなんか何の仕事してるかわかんないけど、ね、ラッパー、はい、もともと芸人さんだし、はいはい、芸人さんからラッパーになって編集者になって、で俳優もやってっていう、まあ本当に肩書きがいっぱいある人だから、はいはい、何の仕事してるかわかんないけど、まあ、いろんなこと知ってるし説得力ある何者かになりたいっていう、なるほど、そういうマルチな感じに、はい、やっていくんですね、はい、まあ、なんか40代とかが目標って感じですね。こういういろんな人と話せるのはすごい、はい、すごい僕的には。すいません、こんなマスクしたら変なやつ。いや面白い、もう使えない話の部分が一番面白い。そうなんですね、はい、で本日はですね、ちょめちょめクラブの方においでいただきました。ね、どれぐらいあの使えてるかわかんないですけども、はい、いっぱい使ってください、はい、編集どうなってるかわかんないですけど、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.